長いオフはですね、チアドラゴンズもマスコットも、この地方のあちらこちらでお祭り、それからいろんなイベントのステージがあります。早速ですね、今度日曜日、まあ、土曜日からもあるんですけれども、日曜日にね、チアドラゴンズが出演するイベントがありますので、ちょっぴりその宣伝をしたいと思います。はい、それでは夏日から。はい、10月5日日曜日、ここからさほど遠くない黒川東の中日ハウジングセンターにて、午前10時半からと午後2時からの2回、ドアラとチアドラゴンズのひなこちゃん、まほさん、みゆ、えな、そして私5人がイベント広場にてステージショーをお届けします。詳細は黒川東中日ハウジングセンターのホームページにて確認してください。はい、ということでね、球団のホームページの方にはまだちょっと事情があって載せてないですけれども、こういったイベント11月、12月結構ありますので、間もなく掲出したいと思います。10月の、ね、中旬はなぜかイベントがなかったんですね。予定ではクライマックスシリーズ、日本シリーズというスケジュールで書いてあったんですが、一瞬にして消えてしまいました。笑うとかじゃないですけど、私は笑っちゃいけませんけども、ということで、まあ、消えた瞬間からイベントが入るかなと思ったら、そんなにイベントは急には入らないんですね。ということなんで、そこはちょっと暇になってしまうんですけれども、まあ、その後ずっと続きますんで、それから同じ日にもう一個あるので、ちょっと前から紹介してもらいましょう。はい、同じ日、10月5日の日曜日に愛知県江南市のスイートピア江南にて江南市民祭りのステージのお昼12時から、リーダーのゆいさん、はるなさん、さきさん、ゆかりさん、みなさんが登場します。そして午前中と午後のそれぞれ1回ずつ、中日新聞ブースでファンクラブ加入特典として握手と記念撮影の時間があります。詳しくは江南市民祭りホームページでご確認ください。はい、ということで日曜日ね、2箇所でありますので、もし、お時間ある方はぜひ行っていただきたいなというふうに思います。で、前の方は5日にの前、4日か5日の前日、出番は5日はないみたいなんだけど、4日はどうも、なんか難しい名前の中部日本整形外科災害学科学会というね、外科学会という、なんか難しそうなイベントに出るみたいなんですけどね。はい、5日のお祭りやイベントと違って、ちょっと硬そうな行事のステージショーなんで、今からドキドキしています。はい、あんまりドキドキ感伝わってこないんですけど、大丈夫大丈夫大丈夫。すいません、江南市民祭りの先生があります。メンバーなんですが、さきさんが入ってたんですけど、親友さんでした。全員で、はい、ゆいさん、はるなさん、親友さん、ゆかりさん、みなさんです。はい、親友って言っても分かんないけどね。ゆい2人、ゆい2人、はい、ゆい2人ということで、はい、ということなんです。私が間違えてしまいますね。はい、ということで、まあ、ぜひ、2箇所お出かけいただきたいと思いますが、4日の前の方は多分一般の方は入れないのかな、ちょっとね、はい、非常に難しい。そこで何をするんだろうという感じがするんですよね。ということでね、いろんなイベントがありますので、ぜひお出かけしていただきたいと思います。11月になりますと、7日金曜日、アスナル金山というところで、ね、金山駅前にありますけれども、ドアラ、21日金曜日、同じく、これもドアラなんですが、栄の東進商店街というところがありますが、こちらで、ドアラのショーもあります。それから11月16日、岐阜県富加町というところがあるんですけれども、こちらにて、ドアラとチアドラゴンズ5名、このメンバーはまだ決まっておりませんけれども、こちらもダンスショーがあります。それから23日、だいぶ先になりますけれども、豊橋のホイパークにて、ドアラ、チアドラ、これが多いですよ、8人から9人から10人ぐらいになるのかな、まだ人数はっきり決まってないんですけども、ノーモイパークという動物園がありますが、そちらの方でイベントをやりますので、ぜひ、来ていただきたいと思います。